演舞開演。どうも、本日はこちらの京都小川コーヒーの4種類のコーヒーの中からこのフェアトレードモカブレンドというのを飲んでみたいと思います。フェアトレード、どういう願い、何かの願いが込められているのか。入れ方は前回と同じようですね。入れ終わりました。では早速飲んでみたいと思います。ブレンドより強めなんですね。先日のブレンドコーヒーに比べると少し酸味が控えめで、苦味が控えめで酸味が少し強く感じられて、まろやかな雰囲気の中にちょっとくるっていうような感じになっていますね。苦味が強い方が好きな方にはおすすめはできませんが、反対に酸味が強い方が好きな方にはおすすめできます。自分はどちらでも大好きですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。